泉区では地域住民と関係機関、団体が協力して第4期泉区地域福祉保健計画泉ワクワクプランを策定しました。同時により身近な地域の課題に取り組むために各地域ごとに地区別計画もできました。泉北部地区は泉の駅周辺と日向山地区に広がる一戸建てやマンションの比較的新しい町と泉川沿いに広がる古くからの町の新旧の融合を感じる地域です。年少人口は泉区平均より少ないですが、生産年齢人口は多く活気があり、新旧融合の示す通りバラエティに富んだ町です。令和3年度から7年度にかけて地区別計画を推進するにあたり、私たち泉北部地区では健康、交流、参加の3つのテーマを柱に活動を展開していきます。これらの取り組みを進めていくことで、健やかで明るい触れ合いのある町が生まれ、支え合える町づくりにつながることを願っています。計画推進にあたって健康、交流、参加の3つのテーマの全てに通じる取り組みとして、泉北部地区では外出支援ボランティアグループお出かけサポーターが泉の地域ケアプラザを拠点に活動を始めています。お出かけカフェ3ヶ月ぶりになりますけれども、今日はね、初めて参加していただく方もいらっしゃるかと思います。お出かけカフェ開催できますこと、本当にね、嬉しく思っております。お出かけサポーターは一人で外出することが困難な高齢者や障害のある方の外出を支援するために、ボランティアの皆さんが通院、お散歩、買い物への付き添いや送迎を行っています。また高齢者が引きこもりにならないよう外出の機会を作ることや、身近な住民同士の顔の見える関係づくりを目的にサロン事業お出かけカフェを開催しています。お出かけカフェでは健康体操のほか、折り紙やちぎり絵作り、おしゃべりと音楽鑑賞、習字などのコーナーがあり、一人一人の興味に合わせてさまざまな活動が展開されています。ボランティアの皆さんと参加者の皆さんが共に協力し合いながら楽しいひとときを作り上げています。計画を実現するための取り組みの一つとして、泉北部地区では外出したくても何らかの理由で自宅に閉じこもりがちになる高齢者の方の外出を支援するボランティア活動お出かけサポーターが、泉北部地区社会福祉協議会や地域ケアプラザの支援を受けながら活動しています。お出かけサポーターは泉の地域ケアプラザが開催した講座がきっかけとなって発足したボランティアグループです。単に外出を支援するだけにとどまらず、高齢者の孤立や虚弱状態になることを防ぎ、住民同士の顔の見えるつながりを持つための交流会お出かけカフェを開催しています。住み慣れた泉北部地区で安心して生活できることを目的に、ボランティアの皆さんと利用される皆さんが楽しく活動できるように進めていきます。多くの方にこの活動を知っていただき、外出支援を利用される方やボランティア活動をしてくださる方も増えていくことを願っています。私たちが暮らす泉北部地区はエレベーターのない
集合住宅や高低差のある地域、スーパーから離れている地域などがあり、今後高齢化が進む中で移動に関する課題が大きくなっております。そのような状況の中で、お出かけサポーターの皆さんの活動は地域にとって大きな力になると思っております。私たち地区社協としても積極的に応援していきたいと考えております。あなたにできること、あなたの住む町で始めてみませんか。自分のために、誰かのために。